こんにちは、手相メンタリスト高文と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。本日も鑑定購入をしてくださった方の手相を見ていこうと思います。ぜひご視聴していただいている方の中でも同じような手相があるのであれば参考にしてもらったり、未来への希望になるような時間にしてもらえたら幸いです。それではよろしくお願いいたします。指の形が円錐型という形でした。指先が丸くややふっくらした感じで、全体的に綺麗な印象の指になります。この指の形の持ち主は豊かな感受性があり、社交的で明るい性格です。ルールに縛られるのが苦手で根気に欠けるようなところありますが、美的感覚に優れるセンス抜群の人です。自然に手のひらを開いた時の画像をいただいているのですが、親指以外の4本の指の感覚が均等の人でした。このような手の開き方をする方はバランスの取れた人で、平和主義者で性格的にも明るく、人間関係も良好なタイプです。何事も万能にこなせる人で、着実に社会的地位が向上していきます。手相全体のバランスから言えることとしては、人のために生きられる商売員タイプということです。感情線に非常に乱れがあること、頭脳線が真横に伸びていること、運命線が複数で刻まれていることから、そのような風に導き出しました。さらにはフットワークが軽く、情報収集が得意な人で、一つ好きなことを見つけると驚くような集中力を見せていきます。視野が広いため、他に気になることを見つけると突っ走ってしまうところもあるでしょう。ただ何事も損得感情でしっかりと判断でき、計算をすることが上手で、自分の立場をわきまえた臨機応変の対応もできます。多趣味多彩なため、人脈も自然に広がり、知り合いや友人も多いでしょう。予定の詰め込みすぎには注意が必要なタイプです。あくまで手相のバランスからタイプ別にお伝えさせていただきました。なんとなく似ているなぁと思うような手相のバランスであれば参考にされてみてください。ここからは手相一つ一つの解説に移っていきます。赤で表しました頭脳線が真横に伸びるような形になっていました。このような頭脳線の持ち主は理想よりも現実というタイプです。現実的な考え方が強く、堅実な生き方をする人です。目の前のことを正確にスピーディーに処理する能力に優れているので、何事も任せられるタイプだと思います。どちらかというと理系のタイプで、数学や科学的分野、技術、研究、経理面などに才能があり、実際にその方面で能力を開花させ、活躍する人も多いです。性格的には自制心や責任感が強く、とても真面目な人で、やや神経質で頑固な面もありますが、何事もきっちりしている人だと思います。働き者で実務処理能力が高く、商売センスがあり、お金儲けの才能があるというのも言えます。利益至上主義の面が強く出すぎると、人間関係も損得で判断してしまうところがあるので、その点は注意が必要ですが、ビジネスにおける人付き合いも綿密に見定められるでしょう。紫で表しました感情線、こちらが非常に複雑な形で出ていました。こちらは二重感情線として判断いたします。この層の持ち主は情熱を二人分持っている人で、エネルギッシュで逆境に強く、ピンチを招いてもそれを乗り越えるだけの強い精神力を持っています。たとえ挫折したとしてもパワーアップして立ち上がることのできるたくましい人です。負けず嫌いなところがあり、あえて自分を追い込むと強いタイプです。高い目標を立てたり、何事も期限を決めて取り組むなどすると、予想以上の力が湧いてきて、次々と達成していくことができるでしょう。社交的で人付き合いが上手な人も多く、やや八方美人なところがありますが、情熱的で人情味にあふれる人から好かれるタイプと言えます。感情線に非常に乱れが目立っていました。乱れた感情線の意味としては、喜怒哀楽が激しい、多感、好奇心旺盛、移り気な性格、熱しやすくて冷めやすい、気持ちの浮き沈みが激しい、思い通りにいかないとイライラしやすいなどの意味があり、とにかく感情の振れ幅が大きいタイプと言えます。ただ、感情の振れ幅が大きいからこそ、人の心を読めたり、察しが良かったり、ちょっとした相手の心の変化を肌で感じることができると思います。人の心をつかむ才能もあると思います。きっと多くの方から相談を用いられることが多いと思います。二重感情線の上の部分と重なるようなところに金星体という線がありました。この方の場合は非常に複数の形で金星体が現れていました。金星体はヴィーナスラインとも呼ばれていて、愛と美を象徴する線であり、愛情に恵まれ美的センスも抜群の人となります。美意識が高く、繊細で細やかな愛情を持ち、精神レベルの高い人なので、外見も中身もとても魅力的な人が多く、非常にモテたり憧れを持たれるタイプです。人から非常に好かれるタイプで、楽しく幸せな愛情生活を送ることができます。頭脳線と緑で表しました生命線、こちらの起点が離れているような方でした。こちらを離れ型頭脳線と呼びます。一言で表現すると、好奇心旺盛で素早く行動に移せるタイプの人です。ただし頭脳線が現実を見るような方だったので、行動する際はしっかりと考えてからするタイプだと言えるでしょう。
決められたルールに沿って行動するよりも自分の発想を生かして思いついた時に自由に行動できる環境で能力を発揮できます。とても意欲的で前人未到の分野を勇気と行動力で果敢にチャレンジしていく開拓精神あふれる人でもあります。複数のことを同時にこなす能力に優れ、好きなことを仕事にして活躍している個人事業主、フリーランスの方や一代で財を築く起業家経営者など成功する可能性を秘めた人です。青で表しました運命線がキレキレの形で現れているような方でした。このようなタイプは好奇心の強さが非常にある人で、やや飽き性な面があるとされます。さらにはいろいろな行動や活動をしていく中から自然と自分の生きるべき道を見つけていくタイプの人に見られるそうです。とにかく自分のやってみたいを大切にどんどん行動していくと幸運な未来が切り開かれていく人だと言えます。現在は一つの企業に属されているとおっしゃっていた依頼主様なのですが、これらの線があることからこれから活動の幅をどんどん広げていくことが幸運な道になるのではないかということをお伝えさせていただきました。離れ型頭脳線、このような運命線を持っている人はこれから起業に向けて準備をされていってもいいと思いますし、副業なども見据えてもいいと思います。さらにはこの方の場合は感情線の乱れだったり金星体をお持ちの方だったので、今後自分の感性をどんどん磨いてってくださいということもお伝えさせていただきました。特に映画や小説などから感性を磨いていくといいと僕は考えています。いろいろな感性に触れて自分の感情が揺れたことや言葉、シーンなどを覚えておくようにしておくといいでしょう。そのようにしておくことで人と関わるときに不意にそのような言い回しが出てくるようになるからです。さらには自分の感情が揺さぶられたことをピックアップしていくことで自分らしさにもつながります。どんな仕事をするにでも自分の個性というものは非常に大切になってくる時代だと思います。手相としては感情線の乱れが非常にある方や金星体を持つ人はぜひそのように自分の感性を磨いておくといいと思います。月球という部分に横線がありました。こちらを航海線と呼びます。こちらは旅行運があることを表しています。この方のように感情線の乱れや線が手全体にシワが多いような方は、航海線があるのであればなるべく家に引きこもらず旅行に出かけたり外出を増やすといいでしょう。外に気持ちを向けることで運気も上がっていきます。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また今回のように実践形式で動画を作っていこうと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録してチェックしてもらえたらと思います。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。